皆さんこんにちは。投票日まで残すところ5日となった東京都知事選挙ですが、またまた石丸伸二氏を推す著名人が現れました。日本のロックバンドワンオクロックのボーカルを務めるタカはインスタグラムで都知事選について発信、選挙に行くことの大事さを呼びかけながら自身が推している都知事候補についても言及。直接的に石丸伸二という名前は出さなかったものの、注目されている4人の候補者の中の1人、男性で年が近いと発言しており、その時点で石丸伸二氏しか当てはまる候補者はいません。それ以外にも言葉の端々から石丸伸二氏を意識していることが伝わってくるので、まずはその様子をご覧ください。あと実はもう一個あって、そう、これはまあ右から左で聞いてほしいんだけど、一応何年か前にまあ投票に行こうよみたいな、そういったこう企画をですね、いろんな方々と一緒にやらせてもらったことがあると思うんですけれども、今年も東京都知事選というですね、まあ、僕はちなみに東京都出身なので、東京都民としてではですね、非常に重要な選挙になります。でそういった中で、残念ながら僕の今住んでる場所がロサンゼルスということもあって、仕事もやっぱこうなかなかスケジュールが読めないので、自分が投票できるときに日本にいるかどうかっていうのはすごく難しい状況になってるんですね。ただ、ちょっといろいろそれなりに自分が海外に住んでる人間の立場としていろいろそれなりに考えたこともいろいろありまして、まあ、いろいろこう見ていくとですね、不在者投票みたいなものがあるということで、まあ、自分が海外にいても、まあ、そこの場にいなくても投票できるんじゃないかっていうところをこう模索していろいろ友達にも協力してもらってやったんですけれども、最終的にこれさっき分かったのが、自分が結局海外にいるときはこれ投票できないっていう謎の、システムが発令してて、これ不在者投票の意味って何なんだろうなとかちょっと今思ってる最中なんですけれども、というわけで僕本当に東京都民として推してる方がいます。もちろんいろんな候補者の方見たんですけれども、僕がいてそれではこれ投票できねえじゃんということで、なんかこう選挙に行ってくださいとか言ってる人間が海外にいて投票できないってなってるのも気持ち悪いなと思ったんで、まあ、この際なんで自分が推してる人も含めてですね、まあ僕のこのインスタライブを見てる人の中で多分すごい若い子で全く政治とか選挙に興味ない人、まあ、僕も全く興味なかったですけどいると思うんで、ただやっぱりそれの大切さっていうものは僕もね、やっぱりもう大人になるにつれてやっぱ分かってきてるし、まあ、そういう意味で僕ができることっていうのは多分ここでおそらく投票に行ってくださいっていうことだけだと思うんですよ。それが一番大事なことだと思うので、自分の意思を表明するという意味で、いろんな方いらっしゃって、本当素敵な方いろんな人いらっしゃるんですけれども、まあ、総じて自分の中で今この東京都この人がバランスよくやってくれそうなんじゃないかなっていう人は自分の中でいらっしゃるので、まあ、その方をですね僕は推したいなと思ってます。なんか自分が海外に行って投票できないというのは非常に悔しいんですが、とにかくその方を推したいなと、まあ、多分このインスタライブ見てる人は、まあ、大体誰だか予想できると思うんですけど、なんかね根本的に別に政治に関して何かこう自分が関わっていきたいとかってことは1ミリもないです。はっきり言って政治家になりたいとかそういう気持ちも全くないですが、やっぱり世の中を変えていかなきゃいけないという意思はおそらく政治家を目指す方々と同じぐらいのレベルで僕もやっぱり強く思ってるので、ミュージシャンとしての立場でできることはやっていきたいなと思います。これはもう間違いなく自分のためというより日本のためを思って発言していることなんですが、なのでまあいろいろな前回だったごぼうの党とかいろいろこう一緒に動画やったりしましたけれども、まあ、あれはあれで置いといてですね、今回は東京都知事選ということで、まあ、僕的にはテレビでも多分おそらくこういう場所で言っていいのかちょっと俺はよく分かんないけど、まあその東京都知事選で注目されている4人の候補者の中の1人、今現職でやられている方ではないです。で政治家から、東京都知事選に立候補された方でもないです。まあ男性なんですけれども、年も近くてですね、本当に話していること内容言葉のチョイスの仕方、まあ、年齢的にもやっぱり僕は
若い人がどんどん世の中を引っ張っていかなきゃいけないなと思ってます。なんで、まあ、これはあくまでもこういう言い方させてもらいますけど、僕が今回投票できないという悔しさを経験しているので、皆さんにはぜひですね、投票しに行っていただきたいなと思います。で、それでいて、もし投票する人が決まってないのであれば、今僕がなんとなく言ったこのメッセージをですね、ワンオクロックのファンなら分かってくれると思うので、別に特にこれはいわゆる一般視聴者というか、別にワンオクロックを特に知らないような人たちが聞いてどう思うとかどうこう思うとか、そういうところは僕は一切関係なく言ってます。そういう人たちは鼻から僕は正直自分のテリトリーに必要としてない人間だと思ってるので、お互いが同じ気持ちで同じように前を向いてポジティブに生きていける人たちが僕は素敵な仲間だと思ってる。それはファンも含めてですね。なのでそういう方々と常に人生を一緒に共にしたいっていうのが、まあ、やっぱりありますので、僕がいろんな今の東京都民として、いろんな今まで東京都民として生きてきて、いろんな方々を見てきたりとか、いろんな状況を鑑みた時に、自分の年齢もありますけれども、いろんな素敵な方いらっしゃるんですよ。だけどその中でもやはりバランスというものを考えたりとか、いろんな部分でこの人だったらひょっとしたら次の何か世の中を変えてくれる人なのかもしれないなと、ちょっと勝手に同じような気持ちにならせてもらった方がいたので、なんか僕のこの失望した政治に対する気持ちみたいなものもですね、彼が変えてくれたらいいなと。そういう人たちが僕らのなんかこう世代、政治を完全に諦めてもう無意識に無視してしまってた世代が、もう一回日本を良くするために立ち上がるためにはどうしたらいいかということを見せてくれるような方に僕は投票したいなと思うので、僕は一人しかいませんでした。なんでぜひこの僕の言葉を別に受け流そうが、受け取ってどの人なんだろうっていうことをですね、こう、まあ、考えてみてやってくれるのも多分いいと思いますし、とにかく選挙に関心を持っていただいて、自分の持ってる特権をですね、ぜひ東京都のために、そして世界のために、日本のためになんか使っていただけたらなと思ってます。やっぱりね、俺も世界で戦ってるから、世界で戦ってると日本のことって超心配になるんですよ。これは間違いないわけです。海外に出た人にしか分からない気持ちかもしれない。でも海外で戦うっていうことはやっぱりね、自分のバックグラウンドがあるから戦えるんですよね。だからそのバックグラウンドが恥ずかしいものだと僕らも胸張って戦えないわけですよ。だからそのバックグラウンドがもう揺らぎつつある、もう正直本当にとんでもないような状況になっていると思います。いろいろ裏で考えてる人はいるかもしれないよ。でもね、それはあくまでも裏の話だって、やっぱ表に立ってる人、表で何かを支えてる人たちっていうのはあくまでもいるんですよね。そういうのはやっぱりね、もう政治家のセンスとしてやっぱりちゃんと立ち上げて汲み取っていろいろやらなきゃいけないことだと思います。それができない人がリーダーになると、どういうことがなるかっていうと、やっぱりもろとも崩れ去ってしまうので、僕はそんなような日本を、とてもじゃないけど自分のバックグラウンドとして世の中に、世界に、日本代表のバンドとしてやっぱり誇れる、まだ技量が僕はないので、今の自分の技量から考えるとですね、やっぱり日本というこの素晴らしい国をやっぱりもっともっと僕は背負っていきたいし、背負わせてくれるような人たちが日本を変えて、また僕の地元を変えてくれたら、それはきっとおそらくそういう形になるんじゃないかなと思ってますので、まあ、ぜひともですね、選挙に関しては、まあ、これはロックバンドのミュージシャン、ボーカリストがこういうことをこういう場所で発言するのは、ひょっとしたらまだ抵抗がある方いらっしゃるかもしれませんが、それだけ日本を背負って海外で頑張っているということをですね、伝えるいい機会でもあるなと思います。そういう意味でもやっぱり基盤がしっかりしないといけないということで、日本という国を大事にするというのは日本人として当然のことだなと思いますので、ぜひですね、これからのこの僕らの世代がしっかりとした次の基盤をきれいにきっちり、皆さんのなんかこう明るい未来に対して、僕はエンタメですけど、エンタメの中でしっかりできるように頑張っていきたいと思います。なんでぜひこれ見た方結構何万人かいらっしゃると思うので、見てですね、ちょっと考え直してほしいと思います。いろいろ投票をするということをね、諦めずにいろいろ勉強していただければなと思います。はい、というわけでですね、いわゆる
こう既得権益だったりとか、いろんな世の中の今までこれが当たり前だとされてきたものが覆る素晴らしい瞬間でもあり、素晴らしく絶望的な瞬間でもあるかもしれませんけれども、前回僕はあの大阪でバウンディ君にね世代交代だって言われたことをすごく思い出してですね、いやそういう意味では世の中も世代交代なんじゃないかなと思ってますので、ぜひ僕より年下の子たち、僕と同年代の子たち、僕らよりちょっと上の人たち、ぜひ諦めないで、これからの自分たちのこの住む日本をですね、みんなでよくしていけたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっとあの海外に住みながらだいぶ右寄りの発言ではありますけれども、やっぱり日本人である以上は僕の中では当然かなと思いますので、ぜひ皆さん選挙に行ってください。というわけで今日はこの3つをお伝えしたい、したくべくインスタライブやらせていただきました。順調にアルバムもあのしっかり進行してますんで、今度の9月から始まるツアー、10月かな、9月か、始まるツアーでですね、皆さんとまたしっかりとコミュニケーションを取って、で新曲もまあ 何曲か分からないけどもやって、それでそれが終わった後にですね、あのしっかりと自分たちの意思表示を、人生の意思表示をかけたアルバムを皆さんたちに届けて、そのアルバムでもって、しっかりとした世代交代の意味合いというものをですね、世界中にばらまいて日本に帰ってきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。というわけで、結構喋りましたかこれね。ちょっとそろそろ僕はお酒でも飲んで寝ようかなと思いますので、皆さんは今日一日が始まると思いますけれども、楽しく始めていただいて、そして楽しく選挙に行ってください。というわけで以上、今日はありがとうございました。いかがでしたか。直接名前は出さなかったものの、投票できなくて悔しい大人の特権、海外から見た日本、選挙を楽しもうという発言など、石丸伸二氏を推していることはまず間違いないでしょう。この発信を見て投票に行く若者もまた増えるでしょうし、石丸伸二氏にどんどん追い風が吹いています。残りわずかとなった選挙期間、この追い風に乗って最後まで走り抜けましょう。今回の件について皆さんはどういった感想を持ちましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。